皆さんこんばんは。ファルゾーニタウンで診療所を任されております重松千春です。小さな診療所なので常勤の医者は私しかいないのですが、皆さんの健康のために、今月も精一杯頑張っていきたいと思いますよ。ということで、こちらにいるのは看護師兼お手伝い兼ペットのファルゾーちゃんです。ファルゾーです。はい、ということで本日もお手伝いよろしくお願いいたします。なんで笑ったの最初私笑ってた？笑ってたよ。すっとぼけ。いやーもう今日23日か。今日23日。ああもう3月になるね。そうだよ。いやー早いわ。早いね。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。髪伸びました？伸びたかな？でもこの間カット行ったばっかりだけどな。まあ、そう、うん、ネイル見せてだって。ネイル見えるかな。見えるかな。見える。どっかに猫がいるよ。あ、そう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 、猫ね、つけた。可愛いよね。うん、そんな感じよ。うん。今日ね、またちょっと東京は若干寒いですけど、そうね、うん、あの来週からね、暖かくなるみたいですよ東京。そう、うん、バンと、もうコートはいらなくなるんじゃないかな。あ、そうなの、うん、って言われてるよ、わかんないけど、うん、みんなはどうですか各地で。ねえ、どうですか寒さの方は。うん、雪どこどこ降ってる。うわ、マジか。北国は寒いよ。あ、そっか、まだね北の方は寒いですよね。北海道ね、北海道死んでます。あ、北海道ね、今年特に寒いっていうか雪がやばいって言ってるもんね。うん、うん、東京コートだと汗ばむようになってきた。そうなんだよ、暑い。もう私暑いのダメだからさ、まあね、春物着れるのは嬉しいけど、コートは手放したくないんだけどね。まあまあまあ、そんな感じっすよ。ちょっとね、積もる話は本編が始まってからまた改めてね、したいと思うんですけれども、はい、番組のね、説明だけ先にさせていただきたいと思います、はい、本日の診察ですね、前半40分は誰でも無料で受診することができますが、後半40分は診察料を支払った方、モルちゃんたち限定でお届けいたします。診察料の方は税込みで990円となっております。ぜひぜひ遊びに来てくださいね。後半ではダミヘッドマイクドクロちゃんを使って皆さんの疲れ切った心を癒したり、ファルゾーが持ってきたボードゲームで遊んじゃいましたよということ で、 そうですよ。後半ね、ぜひぜひ遊びに来てください。お支払いはこちら。上だ。ペーパーレス化してるのがバレてるよ。ペーパーレス化。この話後でしようね。それでは早速診察の方を開始していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速診察していきましょう。みんなのカルテー。はい、皆さんからたくさん今月も代理をいただきましたので、時間の許す限り紹介していきたいと思いますよ。はい、はい、そうなんだよ。あのペーパーレス化、ペーパーレス化iPad ね、って言いながらもういきなりよ。ちょっとお便りはね、お便りは紙でね、皆さんからいただいたやつ、うん、そうなんだ。 iPad を、うん、あのついに買ったんだよね。もう買いなよ買いなよってずっと周りからも言われてたんだけど、そうなかなか踏ん切りつかなくて、うん、まあ、ついに買いましたよ。今なかなか買えないって言うじゃん、なんかそういうの。そうなんだよ、あの1回っていうか最初にあのアップルストアに行ったのね、直接、うん、まあ、特に意味はないんだけど、うん、どこでもいいかなと思ったんだけど、うん、なんかちょっとアップルストア行って、うん、なんかおしゃな感じで買い物してやろうかなと思って行ったら、あのまあ、ちょっと並んでて、うん、並んでる間にね、店員さんが、うん、あの今日のご用件なんですかって聞いてくれたの、うんうん、で、あの iPad 探してて、あの、まあ、私はさ台本を見るために買うから、うん、最初ねちょっと
最近発売されたミニもね、うん、あるじゃん。まあ、持つとき重くない方がいいかなと思ったのもあって、うんうん、iPad Air かミニ探しててって言ったら、うん、どっちも在庫ないですって言われて、そうなの、そう、やっぱそうなんだ。あれだよね、 iPad とかゲーム機とかさ、パソコンもそうだけど、うん、コロナの影響の半導体の影響でね、全然ないんだよね。で、まあ、Apple ストア、そっか、分かりました、じゃあいいですって書いて、向かいにある、うん、ビッグカメラで、うん、のアップルストアにあった、うん、ああそうなんだ、あるとこにはあると思うよ変えてよかったわつってね、ちょっといろいろ活用していきたいんだけれども、うん、みんなからのお便りね、うん、今回読んでいきたいと思いますよ、うん、独身ネームヤギの方の葵さんからいただきました、ありがとうございます。ちーちゃん先生、ファルゾーちゃん、こんばんは。先日フォアレーゼン新潟公演を観劇しました。私は地方で医療従事者として働いており、うん、お疲れ様です、うん、移動の制限が厳しく、なかなかちーちゃん先生にお会いすることができませんでした、うん、ですが新潟は自家用車で行くことができましたので、念願のちーちゃん先生を生で拝むことができました。極悪人を歌いながらも根本にある優しさが垣間見えてしまうヘンデル先生に、翻弄される狂気さのあるアッカーマン、最高でした。心臓を捧げました。特に印象に残ったのは、ショーカリの夫人の演技にプルプル震えていたところと大声での豚野郎というセリフです。最高のご褒美でした、ありがとうございました。過去笑、情勢が落ち着き、何の心配もなく、いろいろな場所でちーちゃん先生にお会いできる日が来ることを楽しみにお仕事頑張ります、うん、素敵な時間をありがとうございました、うん、そして、うん、カメラを持った男性をお見かけしたのですが、うん、人間の姿をしていたので、うん、ファルゾーちゃんだと気づいたのは家に帰ってからでした、うん、無念、ファルゾーちゃんにもお会いできる日が来ますように。ここまで読んでくださりありがとうございましたはい、ファーレーゼンの、ね、新潟公演、うん、お越しいただいた方々ありがとうございました。ありがとうございました。うん、いや新潟ご飯美味しかったな。ご飯美味しかったね。公演のね、アフタートークでも言ったけど、うん、いやびっくりしたよ、うん、それ一応それ撮ってあるからね、いつかあどっかで流すよ。そっか、うん、そうです。あ、これ言っていいの？いいよ。ちょっとね、そういうご飯食べてるところとか、トークしてるところをね、ジュンさんとね、翔くんと私のそのシーンを何シーンかこう撮影してもらってっていうのでね、うん、後日ちょっと編集してあげる予定ではあるそうなので。ファルゾーね、人間に化けれるんですよ、みんな知らなかったこのカメラ持った男性は多分ファルゾーだね。多分そうだねそうなんですよ。いや、ありがとうございました、来てくださった皆さん。本当ね、なんか、うん、なかなか個人的には、うん、お話も面白かったし、うん、なんかあれですね、配役も、うん、あれ面白かったね、ハマってたんじゃないかなと、うん、ジュンさんがね、うん、主人公のヘンデル先生やって、うん、で私がその助手のアッカーマンやって、うん、で他のね、ナレーションとか脇を翔くんが固めてくれたんだけど、うん、ねえ、フォアレゼンさんは、まあ、朗読劇ってね、結構どこの制作さんもそうだけど、あんまり映像にはね残らないことが多いので、うん、まあ、DVD が後日発売とかもあんま聞かないじゃん、うん、から来てくださった方のね、その時のあれしかないんだけど、うん、本当、うん、私も楽しかったよ。だから本当に一部だけだったらいいよって、こことここだったらいいですよみたいなところを、ね、ほんとちょっとですけど、いつか出しますからちょっと待っててくださいね。あ、その公演の、そう、本編もここだ、ここ台本のここからここまでだったら、へえ、あ、皆さんちょっと、うん、楽しみに、ほんとちょっと、ちょっとほんとちょっとだけこんな感じだよみたいな雰囲気がね、うん、伝わるくらいかもしれないけど、楽しみにしていてください。いや、そっか、医療従事者の方なんですね、うん、もう日々お勤めご苦労様です、本当ありがとうございますだよね、うん、うん、ありがとうございます、はい、ということで続きまして、独地ネーム椎名さんからいただきました。ちーちゃん先生、パルゾーさん、こんにちは。パルゾーさん、こんにちは。遅くなりましたが、先週バレンタインデーでしたね、はいはい、ちーちゃん先生はお菓子作りが好きだとおっしゃっていましたが、うん、バレンタインデーのあげた、もらったでの思い出はありますか。
私の姉の話にはなりますが、うん、姉は小学生の頃クラス全員に友チョコをあげようとして、うん、ランドセルよりも大きいカバンに手作りチョコを大量に入れていった結果、うん、全て先生に没収されたという悲しい笑い話があります、あと話と全く関係ありませんが、うちのにゃんこの画像も添付しておきますね、某アイドルアプリのミュージックをやらせています。まだまだ寒いですが、体の方お気をつけくださいということで、いやちょっと見せようか、にゃんこちょっとゲーム画面隠そうね。ゲームしてるんだね。そうそう、かわいい、かわいい黒猫ちゃんやんけ。いやバレンタインね、そうでしたね、うん、バレンタインの思い出ね、どうだろう、うーん、私もまあいつのどんくらいだったかな、小学生、あげてた、あげてたし、もらってましたし、うん、そうね、でもあんまりこのチョコってさめちゃくちゃ食べれないじゃない、あの一度に、だからあのクッキーとかにしてたな、作るなら、あげるならクッキーとかにしてましたよ、友チョコつって、あそうそうチョコね禁止されてたよね。今ってどうなんだろう、ちょっとごめんね、この椎名さん全然違ったらあれなんだけど、ちょっとお姉ちゃんもね私今さ31なんだけど、私が小学生の頃も確かに小学校チョコとか禁止されてて、バレンタイン持ってくんなよみたいな感じだったよね。今もそうだ、どうなんだろうね、ダメだよねきっと、どうなんだろう、あのこっそりね、そう小中はダメだった、ダメだとかあるんだ、禁止、そうバレンタインだけ許されてた、あそういう時、そういうところもあるんだね、禁止されてた、見逃してもらってた、あいい先生、そうだね、これ、椎名さんのお姉ちゃんちゃんと返してもらえたのかな、それとも先生たちで食べられたのかな、椎名あれが作ってきました、はい配りますみたいな感じで募集されました、募集されちゃったんだ、厳しい人ね、そうだったよね先生ね、あなるほどな、いや猫かわいい、猫かわいいはい、ありがとうございました、はい、で続きまして、ドクチーネームゆうちゃんからいただきました、ちーちゃん先生、はるぞーくん、こんばんは、今月の会員もとても楽しみにしておりました、先日無性に猫ちゃんと触れ合いたくなり、数年ぶりに猫カフェへ行ってきました、いいな、黒猫しかいない猫カフェだったのですが、黒猫に囲まれて過ごす空間があまりにも幸せすぎたので、ちーちゃん先生にも見ていただきたくお便りを送らせていただきました。ドクチー会員日の前日である2月22日は猫の日と言われていますが、ちーちゃん先生は最近猫ちゃんと触れ合いましたかということで、そうこのね、椎名さんも猫ちゃんの写真くれたけど、そう猫の日だったね、え昨日か、かわいい、かわいい、黒猫カフェなのかな、あ何お尻の穴が尻の穴が見えてるね、かわいいね、かわいいね、いや猫の日でしたね、猫ちゃんな、何かした昨日、猫っぽいこと、猫っぽいこと、猫っぽいこと、いやでも私毎日ね猫の動画とか見てるから、あそうなの、そうそう毎日見てるよ、YouTube でねもういっぱい上がってるじゃん、いっぱい上げてくれてるから、かわいいよね、かわいいよね、私も猫カフェ行きたいな、また久々に行こうかな、猫カフェってどうなの、どうとは、行ったことない、あ行ったことない、でさ寄ってきてくれんの、寄ってきてくれるよ、特に猫カフェの猫様たちなんかもう人間たちやんかはみたいな、もう慣れ慣れだからさ、全然あの多分ね基本的にあのこっちから抱っことかはしないでくださいとかだけど、あの向こうからね寄ってきて、寄ってきてくれる、そうそう膝の上とか乗ってくれたりするはずよ、あそうなんだ、膝乗ってくれるの、いいな猫ちゃんな、いや猫ちゃん、黒猫かわいいよ ね、 そうだね、保護猫カフェによく行きます、あいいね、この前餌を拒否られて泣いたそういう子もいるよね、今
今お腹減ってないからって感じだったのかな。ぷいってね、私乗ってもらえなかった。まあまあ猫様たちは気まぐれですからね。いいね、猫カフェ行きたい。猫カフェ、ね、猫カフェでさロケしたい、ね、行こうよ。でも前も言ったけどそれとはちょっとでも天敵かもしれない。猫は引き裂かれたらもうあれ前もなんかこの話したよね、猫カフェ行きたいっつって、ね、行こうどっか。へね、見たいよね。そうだよね、まあなんか計画しようかね。ということでありがとうございました。もう一個ぐらいね。もう一個ぐらいかな、うん、もう一個、もうちょっと行きたいな。これかな、うん、ドクチーネームアスカさんからいただきました。ちーちゃん先生、丸蔵さん、こんばんは。寒い日が続くと思ったらポカポカ暖かい日もあって、三寒四温という言葉を思い出す今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。うん、私は春の足音が近づくと心がウキウキしてついつい部屋の模様替えに精を出してしまいます。わかる、うん、先日真っ白なハンガーラックを部屋に迎え、毎日眺めてはニコニコしています。ちーちゃん先生は買ってよかったものや失敗したものはありますか。よければお聞かせください。春の訪れを待ちわびながら皆様お元気でお過ごしくださいということで、うん、ありがとうございます。そうね、あのちょっと前にツイートしましたけど、あの春物がうんぬんってね、あれ、うん、なんかそんなツイートしたよね、うん、あこれこれとか春物だよ。可愛いんですよね。分かった。なんかもう待ちきれんくて、うん、待ちきれんくてっていうかもうお店もう春物しか並んでないからさ、うん、買っちまっただよ。うんね、可愛いよね。どこの村、ねこれこのあのフリースっぽいのはミスティックってとこかな。ミスティック、うん、でこれ中はね、うん、アズノピンキーかな、うん、あこのパンツもジーパンもミスティックですよ、うんうん、そう今年ねなんかあれなんだって、うん、ショート丈がすごいトレンドになるんだって、うんすごいさ丈が短いの。へそうそうとかあと前に私何度か来て放送とか出たかもしれないけどあの結構肩が空いてたりとか、うんあのうん、肌見せ、うん、そうが今年流行るらしくて、うんうん、困るよね。ショート丈だから私もこれ可愛いんだけどレリースとかさ特にあの結構大きいから私、うん、そんな華奢ではないから女の子みたいに、うん、だから中にこういうあのはみ出て見えてもおかしくないようなの着る、うん、着てって工夫するしかないよね、うん、いや春物いいよ。他にもいろいろ買っちゃったけどさ、あそう、うん、そんな感じ。買ってよかったもん、まあ、これとかね、あとはさっき言った iPad 買ったけど、うんあとねあの決心してめっちゃ高いね、うん、リュック買った。リュック？うん。何入れるの？何入れるの？台本。いやなんか、まあ、仕事行くためのでっかいやつ。でっかいやつ、そんなでっかいの必要なの？なんか大きい方が良くない？うん、なんかただ出かけに行くとかだったらさ。あのちっちゃいのでいいんだけど、まあ、ってかむしろいつもちっちゃいのなんだけど、うん、これ買ったんだよね。ちょっと待って、ゾゾタウンゾゾタウンでさ、せっかくペーパーレスで荷物少なくなると思いきや、可愛くない？あ、可愛い、あよね、かっこいいね。そうそうそう、黒のね、うん、レザーっぽいの買ったんですよ。いい、おしゃ、めちゃくちゃ高かった。でもあ、そう、確かにちょっと高そうだった素材が。いやー、こんなするってくらい高かったけどね。うん、失敗したものね、まあ、やっぱなんかサイズ感違った服とかかな、はい、ありがとうございました。最後ちょっとこれだけ見たい、うん、ドクチーネーム、呼び捨て希望ミュウからいただきました。ミュウ、
ちーちゃん先生、ファルゾさん、ミツスタッフの皆様、こんばんは。私は今年で中学3年生の受験生なのですが、先月ちーちゃん先生にお便りを読んでいただけたので、より一層気合を入れて前期試験を受けてきました。覚えてるよミュー、どうだったのかな。ちなみにですが、前期試験とは面接と作文や小論文で合否を決める受験のことで、後期試験とは学校のテストと同じようなテストで合否を決める受験のことです。なるほど。結果は先週の16日に学校で知らされたのですが、残念ながら前期試験は不合格となってしまいました。ですが家族や友達、先生方からも大丈夫だから自信持ってと励ましをもらい、今は後期試験に向けて勉強を頑張っています。そこで大好きなちーちゃん先生からも受験が頑張れるような応援メッセージを言っていただきたく、お便りを送らせていただきました。まだまだ寒い日は続くようですので、お風邪などひかれないよう、お体には十分気をつけてお仕事頑張ってください。応援してますということで、こちらこそ応援しています。そっか、前期試験は面接と作文小論文での合否ってことね。どうなんだろう、まあ、後期試験でね、巻き返せれば全然問題ないって感じなのかな、きっと。そうなんだ、後期試験っていうのが普通の筆記のね、解くタイプなんだろうか、地域差あるよね、推薦的なやつかな。あ、どうなんだろうね、いや本当そうよ、頑張ってるだけで偉いわ。なんかめっちゃ元気もらえないこのお便り。いやそっか、あの周りのね、あの身内の皆様からも応援していただいているということなんですけれど もう絶対ね大丈夫よ。自信持って頑張って、で結果が、ま、受かるのもねすごく大切だけど、今こうして頑張ってるっていうのがとても大切ですよ。本当にそういうことができるっていうことだよ、みゆはできる人間なんだよ。そうだよ、こういう頑張ったりっていうのが、ね、なかなか苦手でできないっていう、私もそうだけどっていう人はたくさんいるじゃない、でもそれがミュウはねできるんだっていうことを、今後の人生自信を持って一つね抱えていっていただければと思います、はい、受験頑張ってください。頑張れ。はい、ということでお便りはこの辺にしようかなっつって、まだ iPad 慣れてないんだ。今ロックを解除したよ、続きましてこちらのコーナーをやっていきたいと思いますよ。以上、みんなのカルテのコーナーでした。続いてはこちらをやっていきましょう。みんなで病名考えて。はい、あ、ちょっと先にね、今ジングル流れましたけれども、今月もね、たくさんファンアートありがとうございます、すごいいっぱい来たよ、ね、あのまたおまけ動画の方でいただいたもの、あのちょっとね、いろいろ詳しく触れられたらなと思っておりますので、はい、ありがとうございますということで、みんなで病名考えてのコーナーやっていきましょう。世の中には変わった病名がたくさんあるのをご存知ですか？書店に行くと突然トイレに行きたくなる症状には青木まりこ現象という名前が付けられています。日曜日にサザエさんを見終えた後に、翌日からまた通学仕事をしなければならないという現実に直面し憂鬱になり、体調不良や倦怠感を訴える症状はサザエさん症候群と呼ばれています。諸説あります。そんな風にみんなで新しい病名を考えていこうというコーナーです、ということでね、はい、今までいただいたね、病名と、決まったものね、ちょっと紹介したいなと思うんですけれども、例えば、本当くだらないねこれ。しょうもないのばっかだね。シャンプーしたかわからなくなって何度もしちゃう現象、無限シャンプー列車ですね。それ好きだよね、なんだかんだいつもそれ紹介するじゃん。遊郭編も終わりましたということで。関係ないよっつってね。他には例えばですね、褒められたのにそんなことないよと言ってしまい、後々、言ってしまったことに後悔する症状を、
盛るひげですね、とか、ツイッターを閉じた直後に無意識にツイッターをまた開いてしまう現象をいつも何度でもとかね、はい、などなど決めましたね皆さん、ということで結構決めたよね決めたね、な何個結構20近くあるねそうだね20近くあるねいやありがとうございます皆さんいつもね送っていただいて今回もねたくさんいただいたので、こちら視聴者参加型のコーナーですの ですよむしろ9割型投げておりますので、みんなで考えていただけたら嬉しいな、みんなどれだけ言ってみてね、はい、コメントねぜひぜひ流してくださいそしてまた紙が出てくる全然ペーパーレスじゃないんだよね違うの台本はねこれで見てますよ初参加の方がいらっしゃるみたいですね初参加の方いらっしゃいますかそう症状だけ言うのでみんなでそこに名前をつけていくっていうコーナーですよはいまあちょっとやってみたらね、分かると思うのでやってみたいと思いますよ。ドクチーネームバネタンさんからいただきましたありがとうございます、ちーちゃん先生、ファルゾーちゃん、モレちゃんの皆様こんにちはこんにちは前回は、成人式やお受験などフレッシュな話題が多かったですね、私はそういう話題の時に流れるそういうの何年前だよなどのコメントに対し、いや絶対私あなたより年上の自信あるわと謎のマウントを取ってしまいますこれはどんな病なのでしょう、はいはい、ちなみにちえちゃん先生のお母さんにはなれないくらいの年齢ですあと普通に若さは羨ましいです羨ましいですということでバネタンさんありがとうございます年齢マウントね、あるあるだよ ねみんなやるよ ねやるね今言われる側の10代くらいの子たちもいつか絶対やるから、絶対やるからそうだよあの変なね本当に悪い意味でのマウントとかじゃなくてね、冗談でとかノリでとかねでやりますよ本当にどうですか皆さん何だろうな、まあ、年齢マウントって言っちゃったけど、どうすかどうすか、まあ、フレッシュな話題とかねその時の時事ネタとかに対して、そっち側いや絶対私あなたよりそういうの何年前だよなどのコメントに対しさらに重ねていや絶対私あなたより年上の自信あるわっつって謎のマウントを取ってしまう、どう最近年下だと思ってた先生が同い年だった先生って私のこと俺のことかいマウントマウンテンタメじゃんマウントマウンテンイン踏んでるね、マウントモールみんな頭がママウントママウントみんなめっちゃ考えてちーちゃん先生のお母さんにはなれないくらいの年齢っていうところ拾ってねマウント取るぜ取るぜ取るんじゃラウンドボールも行く年くれたし行く年くれたしラウンドマウントはいじゃあ、決めました、成人式やお受験などなどフレッシュな話題が出た時に、そういうの何年前だよという、年齢マウントにさらにいや絶対私あなたより年上の自信あるわとさらに謎のマウントを重ねてしまうことをママウント
です。なるほど、ママウント、いいね、いいんじゃない、ママウント、こんな感じですよ、うん、初参加の方そう、初参加の方いる、なんかいたよ、いた、うん、のってして、のってのってして、違う人はへってして、ママウント、ママママの、あ、のほら、のいる、あ、のいる、うん、あのいっぱいいるじゃん、ね、これ面白いのね、のとってがいっぱいいる、嬉しいですね、なんかこんな感じなんですけどすげえゆるゆるの番組だね、うん、他の声優さんの生放送とかどんな感じなんだろうね、まあまあいい、ようこそ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 、暇つぶしに見てってくださいこんな感じでみんなからいただいたね、お題に対してみんなで病名を考えていくってコーナーですよ、うん、ぜひぜひ参加してね、コメントで、うん、続きまして、どういうこと、独身ネームネバネバネバールくんからいただきました、ありがとうございます。重松さん、春蔵くん、こんばんは。私はシャワーを浴びているときに過去の失態や恥ずかしかったことなどを思い出して、わあなどといった声を出してしまいます。世間では思い出し規制と呼ばれているそうですが、え、そうなん、そういうのあるんだ、なんだか可愛くないのでいい感じの病名をつけていただけたら幸いです、よろしくお願いします、ということで、規制発するの、思い出し規制ってなんかあるんだ、テレビかなんかでやったのかな、え、あ、あるあるってみんなめっちゃ同意してるじゃん、シャワー浴びててわーってなんかチーカーチーカーみたいな感じになるってこと、わーわかるんだ、思い出しっぽい、思い出しっぽい、残念モル、ブラック規制、ラッシュモル、フラッシュモル、フラッシャーリメンバーミーフレモル、フレモル、フレモルはだってどういうこと、フレモル、フレモルはもうビールやん、フラッシュモルフレモル、フレモルって何、何とかかってるの、プレイバックモル、プレイバックモルの略がプレモルか、うん、本当危ない橋を渡らせていくね私に、そういうのを選ぶからな、はい、ということで、ネバネバネバール君からいただいたこちらのお題ですね、シャワーを浴びてる時に過去の失態や恥ずかしかったことなどを思い出してわっなどといった規制を発してしまう、こちらの病名はプレモルです。もうぐいっといっとく、ぐいっといっとく、わっ自らを燃やしてるってこと、プレモル飲みたい、ビール飲みたい、ほらほら、あービール飲みたいな、どうする、時間割と来てるよ、何個行っていく、やめとく、ほんとだ、何時に終わりなの何回やってんの、40分でしょ、40分、そうそうなんだ、いいじゃん、もうちょ、うん、もうちょっといいよ、任せるよ、あ、ちょっとじゃあこんぐらいで締めて、うん、コメント拾いましょうか、うん、はい、ということで今月もねたくさんのお題、寄せていただきましてありがとうございました。なかなかいい病名がつけられたんじゃないかな、以上みんなで病名考えてでした。しげまつちはるのドクターチラボ、
重松千春のドクターチーラボ、あっという間に前半終了のお時間です。この後は診察料を支払ってくださったモルちゃんたち限定でお届けいたします。後半はダミーヘッドマイクドクロちゃんを使って皆さんの疲れ切った心を癒していきますよ。さらに、本日はですねボードゲーム、ソクラテスラというゲームですね、遊んじゃいますよ。こちらのゲームの説明は後半入ってからしましょうね。後半入ってからにしましょう。はい、まあじゃあいつも通りちょっとドクロちゃんで一節やりますか。お願いします。はい、いや皆さんね、なんかヘッドホンなどなどご準備よろしいでしょうか。いいかな、いきますね。爆発しなかったね。たまには不発もある。今日は不発だ。たまにも不発はありますよ。残念ながら期待したでしょ。すごい期待した。いやって言えと思った。いやさすがだね。猫の日だったね昨日。ね、全然そういえばそうだったわって感じでした、私。確かに猫のネイルの画像2月22日にあげろよって感じだよね。私本当そういうのダメなんだよな。はい、ということでこんな感じでどんな感じだよってね、ダミーヘッドマイクでもねいろいろやっていきたいと思うんですけれども、あ、はい、診察料のお支払いは、流れてるな、あ、上ね、上で、だからぜひぜひあのご無理のない範囲で、よろしくお願いいたします。こちらの診察月1回となっておりますが、診察終了後に収録した動画をですねおまけコーナーとして診察料を支払ってくださったモルちゃんたち限定で公開しております。ぜひぜひ、お楽しみにということで、次回の診察日についてですが3月の24日木曜日です。はい、24日木曜日、ちょうど1ヶ月後だね。そうしましたらここでファルゾーニタウンのお仲間の方を紹介したいと思いますよ。どんうん、はい、各番組ね、日付等々ちょっとチェックしていただきまして、明日、カリバーですか、はい、24日明日ね8時20時から、ちょっと翔くんがね体調崩されておりますので代理 MC で、まさともさんがね、なもくんがで、ゲストが、あ、葉山くん、葉山さん来るんだね。あ、この2人と私あのなもくん主催のね朗読劇で共演させていただきましたので、そうそうそう、あ、葉山くんね呼ぶいつかそうだね、あのゲスト会があれば明日聞いてみるねタイミングが合えばということで、他の、ね、各番組の方もチェックの方よろしくお願いいたします。はい、私からの告知は、近々ですとイベント来月ですね3月の方で、フォアレーゼン兵庫公園の方に、はい、お伺いいたします。こちらが、同じく、狩野翔くんと、塩谷くんですね、はい、廃墟トリオと、さらにファルゾーニタウンの、メンバーでもあります、林さんが、スイカにそれ聞いてさ、またさついていきたくなったそうだよねまあ予定があれば来ればいい、まあね、来ればいいんじゃないですか。そうなんです、私ね林さんとはあの初めてお会いしますので。あ、そうなの。そうそうそう、仲良くしといてじゃん仲良くしといてどういうことどういう方なんですかね、あの本当にいろんな意味で楽しみに私もしておりますということで、いらっしゃる方はぜひぜひお楽しみにということで、あとはアプリだと、発表されたのがアンドゼロというね、コリーさんの、女性向けなのかな、アプリですね、出演決まりましたこちら事前登録始まっておりますので、はい、ぜひぜひ皆様、登録して配信の方お待ちいただければと思いますよ。結構ね、じわじわと、あの
ワクワクするような情報展開の仕方をされてますよ。で先日発売された2月のビーズログさん雑誌の方にも紹介の方が上がってたのかな、うん、購入された方ぜひぜひチェック、ね、あの公式さんのツイッターと合わせてしていただければと思いますよ。いということで、ファルゾーからの告知何かありますか？あります、はい。ですね、お便りなんですが、うん、来月から一つテーマを決めるということにしました。お来月のテーマは卒業です。卒業、はい、なので私はこんなものを卒業しましたとか、なんかその卒業という、ワードにちなんだエピソードを送ってください。それ以外でも大丈夫ですけど、そっちをメインに読む方向になります。うん、なるほどね、はい、これファルゾーニタウン全店舗来月卒業みたいな感じです。あー、そうなんだ。そう、まあ、なので、ね、うん、来月からちょっとそういうテーマに合わせて送ってくれると採用されやすいです。まあ、あの 100% これじゃなくてもいいので、いろいろ送ってみてください。うん、はい。はい。あと、言う？あれ。え？この後何やるか終わったら。ああ、そうでした。おまけ動画で、うん、前回ちょっと前まではね、あのゲーム実況クニオクをやっていたんですけれども、うん、そちらから一旦落ち着きましたので、うん、新たなゲームをちょっとねやってみようというところなんですが、うん、まあ、試験的にではあるんだけども、うん、私がねあの麻雀が好きなんですけど、そう知らなかったあの結構ね有名でいろんな方がやってらっしゃると思うんですが、ジャンタマというねあの麻雀ゲーム、うん、こちらを、うん、ちょっとねこのファルゾーニタウンのスタッフのみんなをちょっとこの後ボコボコにしようかなと思って。マージャン好きなんだね。はい、そうなんだ。え、言わなかったっけ？なんかそんなに好きだと思ってなかった。そんなにっていうか、まあ、軽くねソフトにあの遊んでるくらいなんですけど、うん、はい、そちらをちょっとやってみようかなと思いますよ。そう、やんたま。分かんない、ボコられる側だと思う多分。どうかな。マージャン好き、あ、そうそう、マージャンね、そんなルールとか分かんなくても割と見ててどうなんだろう。そう、それを、そうだからそれをね、もし見たら感想あの何かに書いてください皆さん。反響が良かったら継続してやろうかなと思います。あ、そうね、なんか、うん、まあ難しいかもしれないけど、もしかしたらねその。うん、リスナーさん交えてとかも、うん、どうかな、わかんないけどめちゃくちゃ負けてちーちゃんがもうクソーってなってるの逃げちゃうかもしれない。大パンする？パーン。ドンジャラしかわかんない、あのドンジャラがわかるならもうそれ8割方わかってるよ。ね、そうそうそう、そうだよね、ほぼわかってるね。ドンジャラがわかる、ドンジャラの延長戦ですよ本当に。なんかあの揃えて、うん、上がりみたいな、うん、あの流れなんでそんな難しくないよ。はい、ちょっと今月はそれをチャレンジする予定です。お楽しみにということで、はい、あ、45分だね、なっちゃった、やばい。ということでこんな感じでやっておりますが、はい、ファルゾーニのね YouTube などもあったり、うん、ガシラ抜きっていうね、あのエダちゃんさんのあんまり更新できてないけど、あ、そうなんだね、うん、まあ、これからどんどん盛り上がっていくはずですので、うん、ファルゾーニタウンの運営がかかっているそちらのチャンネルもぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは数分間の休憩を挟んで診察の方を再開していきたいと思います。ここまでのお相手はドクター重松千春と看護師のファルゾーがお送りしました。はい、前半ありがとうございました。後半来る方はまた後ほどということで、またね。またね。